この子は10月下旬の羽化。はっ、おー出た、でか。結構な重量ありますけどね。どうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。にょきにょき。さあさあ、まず最初はですね、先週末にセットしたこの子たちの様子をちょっと見てみましょう。ギラファノコギリクワガタ、アシュティモレンシス、ラブラブです。やった。メイトガードっつってね、こうオスがメスを守る仕草、これはまあだいたいペアになった証拠ですね。はい、ラブラブです。ババ黄金鬼クワガタ、こっちもラブラブです。ラブラブやね。ね、餌食ってる。はい、これで今期のババはね終わりかなという感じでございますが、まあラブラブですね。羨ましい。あとはね、この中にモンゾーニくんとモンコちゃんがいるんですけどね。はい、姿見えません。うん。まああの、あと数日ね、一緒に生活してもらおうかなと。あそこに餌があるんで、あの辺にいるのかもしれないですね。まあということでね、こう、飼い主に見せつけてくれやがって、3ペアほど今ラブラブしております。はぁ、あ。ま、これが現実っていうやつですね。さて、オープニングではですね、まずこの子たちを餌交換していこうかなと思います。11月あたりに孵化したフンボルトですね、だいたい1ヶ月ぐらいは経ったので、そろそろちょっと生存チェックしてボトルの方に入れていこうかなと思いますが、あんまり減ってほしくないんですよね。じゃあまあ生存を確かめていきましょう。だいたい1ヶ月なんでまだ初齢かなと思いますけど、孵化した時点で水加えてるんでね、マットはいい感じに湿っております。さあどこだ、あれ、あ、いた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 、いました。はい、元気でございますね。さて皆様、10頭おったと思いますが、何頭が生き残ったかと言いますと、こちらです。ご覧ください。なんと10頭中10頭全部生き残っております。やった、素晴らしい。はい、これがマットが適合した場合ですよね。うん。ドルクス同じショップさんの完全発酵マットですね。いつも使ってるやつですが、まあさすがとしか言いようがないです。ありがてえな。さあじゃあこれボトルの方に引っ越しましょう。移動完了でございます。こんな感じですね。はい、ということでよかった、全部無事だった。あー、やっぱこれがね一番怖いんですよ。だいたい幼鳥落ちるときに初霊がほとんどなので、これね、うん、やっぱマットがうまく適合したらこんな感じでね全然落ちないんですけどね。はい、じゃあこれしまっておきます。さて今日はですね、掘り出しをしていきたいと思います。掘り出さなきゃいけないのはこの種類です。登場していただきましょう。どうぞ。虹色クワガタです。結構前に羽化しておりまして、まあ、ちょいちょい掘り出してたんですけど、久しぶりですかね。10月に羽化した子とか9月に羽化した子がいまして、結構掘り出さないといけない感じです。なので今日掘り出します。今日はね9頭ほど掘り出したいと思います。では今日も頑張っていきましょう。まずはこの子、ご覧のようにね自力ハッチで出てきております。開けてみよう。はっ、うん、そうですね、綺麗に羽化してる感じです。ほら、あー、いいんじゃないか。はい、綺麗にいい感じで羽化しております。顎もなかなかかっこいいんじゃないかなと思いますね。よーし、これ1匹目です。スイッチオン。出てきたついでにサイズも測っとこうと思います。この子はですね52です。まあそんなに大きくないね。うん。次はこの子行きましょう。これも出てきてないかな。出てきてないね。この子はメスなんですけど9月中旬に羽化してます。
あ、いましたいました。行くぞ。あ、埋もれちまったよ。あ、これですね。はい。いや、綺麗に動かしてるんじゃないかなと思いますね。じゃあ測っていきましょう。メスの場合はね、こうやって測ります。この方が楽だから。こんなもんでね。34ですかね。はい。まあ、メスはこんなもんだろう。さあ、もう一頭メス行きましょう。オス、メス、メスの順番で掘ろうかなと思います。出てきてないですね。この子も9月中旬に浮かしております。洋室下の方だから、かなり底の方だね。はい、出ますよ。よし。はーい、綺麗だよ。美人さんですね。はい、こんな子です。あ、綺麗に浮かしてくれてるんじゃないかなと思います。豆が泣いてますね。測ろっか。この子のサイズなんですが、34.8 ですか。まあ、34だね。さあ、再びオス行きましょう。この子は、10月下旬の羽化。普通はまだ休んでるけどね、さっきの子みたいに、出てきてたりとかしてなかったか。おー、賑やかですね、豆ちゃん。リスも走ってて、超賑やかですよ。なんか寂しくないよね。あんだけ泣いてるとね。はっ、おー、出た、でか。出てくるぞ。出てくるぞ。潜ってんのか、お前。あ、出てくるぞ。でかそうだ、これ。あ、あ。おー、おー、でかいんじゃね、これ。これは言っただろ。さっきの子よりちょっとでかいんじゃねえのっていう気がしますが、どうでしょうか。はい、52ですね。さっきの子と同じ大きさ？はぁ、あ、まあでかいですけど、なんでだろう。角がね、曲がってるからかな？さっきの子より大きい気がするんですけどね。しかし、このボディ、まるでこう、鎧武者だな。顎なかなかすげえ。そう思わないですか？ねえ、これ結構ね、力持ちだからね、いろいろ乗せることができるんですよ。例えばこれ、金属のスプーンちゃんなんですけど、これとかは乗るんじゃないかな。結構な重量ありますけどね。はい。あは、乗りました、ほら。金属のスプーン乗せてます。すごい。バディ力持ち。嘘だろ？はい。皆様。金属のスプーンを持ち上げております。すげえこいつ。すげえ力持ちだな。いやーすごいなー。ちょっと感動だな、おい。だいたいですね、この子の体重がですよ。4.4g なんですよ。ね。で、今の金属が何 g だったかというと、相当重たいですよ、これ。ほら。32g あるんですよ。すごくね、それ。すごいじゃん。めちゃくちゃすごいじゃん、お前。ね、4g の虹色クワガタが、32g のこの鉄の棒を持ち上げて耐えれるんですから。これ相当すごいと思うね。ね、なんかお前ちょっとなんか、板についてきてないか、持ち上げるの。なんかお前さ、ほら、ああ、惜しいな。すげえな、力持ちだな、お前。いや、すごい。あら、いや、まあでもね、持ち上げてましたもんね。すごいと思います。やった！さあ、脱線してしまいましたが、やりましょう、掘り出しを。9月中旬かですね。自力ハッチしてないだろうか。してないみたいですね。出ますよ。はっ。あ、いい感じ。はいはい。こんな感じですね。これも大きささっきと同じぐらいかなと思いますが、測ってみましょう。いやー、元気が一番ですよ。ね。お、さっきより大きいんじゃない？この子なんですが、34でした。さあ行きましょう。9月中旬羽化ですね。はい。出てきてません。さあ行きますよ。はっ。埋もれてる。あ、まあ、綺麗に浮かしてくれてるんじゃないですかね。ああ、そんな感じ。よし、いいんじゃないか？
さあ大きさ測りましょう。お、結構でかいぞこれ。お、マジ？この子ね、35あります。いいんじゃないですかね。さあ行きますよ。自力ハッチか？10月中旬か。違いますね。洋室つながりました。出ますよ。オスだと思うよこれは。あ、出た。おお、これもまあまあ大きいんじゃないかな。いててててて、てわし、鍵爪が食い込んでる。思ったよりも大きくない。うん、顎もちっちゃい感じです。痛いって。でもちょっと痛かったっす。なんかちっちゃいな。はい、行きましょう。そうね、47だね。さあ、あと2頭、自力ハッチか否か。この子は9月中旬羽化です。自力じゃないですね。繋がりました、洋室。大概、そこの方に洋室作りますよね。虹色も。はい、行きましょう。あー、いたいたいた。はい、綺麗ですね。うん。みんないい感じで浮かしてくれて嬉しいな。さあ、じゃあ大きさ測りましょう。この子のサイズは、こんなもんですね。はい、34です。さあ今日掘り出しラストの子、9頭目です。自力ハッチか9月中旬羽化。まだですね。さあ行きますよ。はい、お、まあまあの大きさ。本日最後の子です。元気そうですね。さあ、じゃあ測りましょう。ひょっとしてメスの中で一番今日大きいんじゃなかろうか。かなりのサイズっぽい。ほら、この子ね、36ですね。さっき35っていうのがいたから、今日一番大きいかなと思います。自己ギネスも更新かな？多分ね。はい、元気な子です。いやー、よかったー。おめでとう。お疲れ様でしたー。いや、結構楽しかったですね。途中掘り出した成虫にね、重たいスプーン乗せてみたり、まさか持てるとは思わなかったんですけど、なかなかの力持ちでした。はい。26話だったね。もうちょっと掘り出ししなきゃいけないですけどね。今日はこれでやめておきます。うん。またこの子たちは販売に回そうかなと思いますので、よかったらご覧ください。じゃあ今日はこれでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。